ですね。2、3で昨日はフォンテインレイクだったんですよね。そうでしたね。はい、2、3で、まあ、残念ながら敗れたんですが、まあ、ただ全体的にあのこの T2 に入ってから調子はいいですよね、テニスはね。まあ、これはぜひね、ええ、勝ってあの、うん、上に行きたいというのも、まあ、そうでしょうね。聖地も落ちるわけにいかないという ね、まあ、そうですね、ところですから、うん、ネットにかけてしまった。まあでもランキング通りにね、いきますとやはりチョンイジの方がね、はい、あ、それはもう断然上なんですよね。調子の良さは聖地ですからね、うん、まあ、そうですね、分からないと思いますね。はい、まあ、現在、チョンイジはワールドランキング10位ということで、まあ、聖地をかなり、上回っております。聖地、マスクの方はもう50位以下、55位というのが10月のランキングでありました。さあ、しかしラブファイブとスタートは聖地の方がいい形になってます。これはちょっとオーバープレーが ね、非常に積極的なんですね、聖地はね、うん、はい、ですからポイントを重ねてくるとますます調子よくなってきますから ね、手がつけられないという感じになってくると、試合は分かりませんね。はい、ただはっきりと、まあ、勝ち負けっていうんですか、ポイントのあるなしを顔に出すタイプの聖地。ただ今日は昨日ほど大きな声を出してないですね。やはりエクフホルムだったんでね、はい、相手がね。3-5 です。チョン・イチンのサーブです。珍しくね、ここまで、はい、ボンミスが多いですね。あ、そうですね、うん、いいラリーになっています。おー、ナイスボール、いいプレーですね、聖地。はい、よく足が動いてますよ。そうですね、はい、反応がいいですね、はい。まあ、しかし今ラケットを縦に2回ね立てて、なんとかブロックをした、この辺りの勝負強さって言いますかね、感じます。おお、また大きな声出します。フォアドライブが決まっています。この T2 の試合はね、本当に先に先にポイント、はい、先にゲームというね、それを取ったものが非常に有利になりますからね。そういうことですね。まだもう勝ったと思いましたね。そうです。スイッチは一本間違えました。ですからこの表情。はい。はい、11対3、第1ゲームは聖地が取りました。まあ、実はこのラウンド2で対戦をしているんですけれども、はい、その時は 3-2 で聖地が勝っているんですよね。やりづらいんですかね、どうなんでしょうかね。まあ、その後、ね、チャイチーは非常にいい、そうですね、卓球をして、そんなに調子悪いとは思えない、成績を上げてきたわけですから、ですからこの聖地が、まあ、逆に言えば聖地がこの大会だけ何か取り入れていいという、そういう感じになってるんですけれどもね、うん、ルールも聖地の性格に向いてるんですかね。ああ、そうかもしれないですね。あんまりいろいろ考えずにとにかくどんどんやっていって、点が入ればいいんだっていうぐらいの感じなのかもしれません。あの、勢いづくとね、あの、なんていうんですか、間を取るというのがないので、はい、勢いづいた方が有利ですからね。うん、はい、今16センチ上がっていなかったということだったんでしょう。審判から言ったことあって、その後のサーブこれは失敗しました。ワンロール、
あ、入ったんですね。エッジギリギリ。チャンスボール。いやいや、今思わず私チャンスボールと言ったのは、チョン・インチンにとってチャンスボールです。はい、もちろんそうですね。それをこれ、すごいな。もうチョン・インチンも今苦笑いしてます。もうそうですよね。はい、いや、好調です。ああ、これも。よく見えてるし、よく動く、動いてるしね、いいですね。まあ、首かしげてましたね。本当ですね。スリーツー、思うようにいきません。チョン・インチン意表をついて、ね、勢いづいた長いサーブですから ね、 またそれもよく効きましたよね。はい、いや、今年の8月の終盤行われた台湾で行われたユニバーシアード、まあ、これで地元のこのチョン・インチンが決勝まで進みまして、まあ、決勝ではジョージ・ヒフに、まあ、敗れた、ジョージ・ヒフに敗れたんですけれども、まあ、地元の卓球ファンのその期待を受けて、その期待に応えた、チョン・インチン。さあ、そのチョン・インチン、低位勢のサーブです。レッツ2-5。いいレシーブですね。はい、もう完全に聖地が乗ってますね。そうですね、やることなすことすべてね、聖地のプレーですよね。今のサーブ、コントロールミスしたんですけどね、ラッキーですよね。そうですね。あ、決まった。ネットで乗ってアウト。選手のポイントです。チョン・インチン、ちょっと右足悪くなったんですかね。あのテーピングの足なんですけどね。そうですね。はい、まあ、ただこれずっとこのラウンド6でも頭からしてましたですね。はい、まあ、昨日はね、そんなに大したあの影響ないだろうと見てたんですけど、今日はちょっと動きが悪いような気がしますね。そうですか。はい。このチキータは失敗。まあ、ラウンド5でも、まあ、あれよりは小さいんですけれども、やっぱりテーピングをしてたんですけれども ね、 ですね、はいはい、ですから、まあ、あまり状態は良くないのかもしれませんね、そういう意味ではね。いや、いいサーブ。まあ、チームパーソンの1位のね、はい、原因は聖地の活躍ですからね。そういうことですね。はい、はい、あ、11-3です。第2ゲームも聖地が取りました。ある意味思わぬ誤算というね。いや、そうですね、感じがしますからね。はい、これで、まあ、第1ゲームも第2ゲームも3点ずつですから ね、 ね、何もさせてないですよ。そうなんですよね。ジョイジも卓球をさせてないという感じですよ。感じですよね。はい、まあ、ヘッドトゥヘッド、ITTF の主催の国際試合での対戦成績を見ると、やはりあのチョン・インチンが3勝1敗そうでしょう、ということで ね、 ね、そうでないとそのランキング、ね、10位と55位ですか。そうです、そうです、ならないですよ。なりませんもんね。いや、逆に聖地どうしちゃったのってこう言いたいぐらいの感じではあるんですけれども ね、 ね、まあ、あの政治にすればこれでね、はい、うん、強くなりたいですよね。はい、これをきっかけにね。はい、さあ、第3ゲームです。エンドが変わって、あー、サーブ3球目でなんとかという感じで局面を切り開きたかったチョン・インチンですが、まあ、いきなりネット。あー、これもうまくいかない。ねえ、ね、どうしてなんだというように、まあ、今手を広げましたチョン・インチンですが、ツーラン、あ、これは良かった。ようやく1ポイント返しました。まあ、今やっとね、チョン・インチンらしいプレーといいますかね。はい、うん、
当にフットワークいいんですよね。そうですね、2オールです。あ、チャンスボール。おブロックはしかし聖地しましたね、しっかりね、はい、まあ、そのボールがオーバーしましてチョン・イチンのポイントです。お、しまったという、これはまあ、ね、ミスするようなね、ボールじゃないんですけど ね、これもチャンスボールだっただけにチョン・イチンとすればちょっと痛いところ。独特のサーブを入れます。おー、ナイスボール。いやー、これぞサーブ3球目だっていう、いやそのランキングが逆なようなプレーですよね。ですね、はい、聖地が10位かと思いますよね、今のプレーは。あ、入った。あー、これが入らない。うん、聖地のポイント。月もね、聖地の方に行ってるような感じですね。はい、まあ、しかし、サーブがね、よく効いてますね、聖地のサーブがですね。うわ、そう、こんなにすごかったですかね。逆に、チョン・イチンのサーブがあまり効いてないですもんね。あ、そうですね、はい、先ほどから長いサーブいきますけど、もう待ってましたというような感じですからね。はい、あ、したがってタイムアウトになりました。いや、もう何度もお話してますが、今年のヨーロッパ選手権の団体で、ルーマニアが劇的な団体戦、まあ、それまで王者壁でありましたドイツを破って、12年ぶりの優勝を飾ったんですけれども、その時のメンバーであります選手、決勝でもドイツのミッテルハムを 3-1 で、破りまして、まあ、きちっと3番手の役を果たしたという聖地だったんですが、ですから考えてみるとその時からこう乗りまくってるのかもしれないですね。はい、3-6、チョン・イチンのサーブ。ナイスボール。今のもレシーブね、結構入れるだけだったんですけど、すごく深いところに入ったんですよね。ですね、はい、いや、これ見てるとチョン・イチンがちょっとおかしいなという感じですかね。ですね、まあ、今のもそんなにミスするようなボールではないですね。難しいボールではね、なかったような感じですが、はい、うわー、まあ、サーブも良かったんですけれども、サーブレシーブ、振り切り気味にちょっと苦しい形でクロスで打ったんですが、オーバー。レッツ、3-9。お、今のプレー見てるとやはりちょっと足痛いのかなっていう気はしなくともないですね。はい、先ほどから足はね、しっかり動かしてるんですけどね、フォアハンド振るときにどうしてもまあ右足に体重乗りますよね、はい、その時にこうちょっと痛いんじゃないかなと思いますね。11対4。もう第3ゲームも選手が取りました。3点、3点、4点ですからね、はい、ちょっとこう信じられないような展開になっていますね。まあ、はい、まあ、故障というのは仕方がないかもしれないけど、でも5対0とか6対0はね、避けたいですもんね、そりゃそうですよね、チームとしてもね、もう知らない間に今も16対12でチームパーソン逆転ですからね。そういうことですね、はい、ロッシが現在のところはチームは3位で、パーソンが2位なんですよね、はい、で上位2チームがプレーオフを進めるということを考えると本来ならば頑張らなきゃいけないんですが、ちょっとこの分では2位へ上がるのは難しそうです。うん、バックハンドはね、力なんか入るようなんですけど、はいはい、フォアハンドの時にどうも力が入らないような感じしますね。確かに、はい、これもダメ。ワン、ツー。まあ、回転も相当聖地工夫はしてるんでしょうけど、そうです、まあ、今たまたまね、こうナックル的になって、なりましたからね、はい、
それにしてもというところです。あ、これはネットでアウト。ちょうど個人成績でも現在4位が聖地で、5位がチャン・イチンということで、実はこの試合前までゲーム差1だったんですけど、これが一気に今4まで開いてしまったというところで、上位4選手が、プレーオフ進出ですから、チャン・イチンとしてはちょっときつい試合になっています。この試合は非常に重要な試合なんですが、こういう展開、今ね、チョンチンがリードしてますけど、まあ、こんな展開になるんだろうと予測してたんですけどね、全然違いますね。違いますね。おぉ、これはチョンチンのポイント。おぉ、あの割合選手はこのラケットを立てて、はい、あの対応するっていうのが目立つんですけれどもね、はい、独特な、卓球をしています。今あのチョン・イチンのアップが映りましたが、ちょうど右手のところにもテーピングをね、右肩のところにもかなりテーピングをしてますし、右足の状態といい、あまりそういう点では入ってます。あ、惜しい。ああ、セーフとすれば入れなかったところでしょう。まあでも聖地調子良さそうですよね。うん、いいね、はい。まあ、モデルの仕事も時々という話を聞きましたが、まあこれはもう卓球に力を本格的に入れた方がいいかもしれません。さあ、おお、これはいい。うん、やっとね。チョン・イチンらしいプレー出ましたね、はい、今の見るとそんなに悪くないのかなと思う、見えますけどね、はい、どうなんでしょうね。うん、そう、まあ、まあ、まあ別に歩き方そうですね、はい、はい、聖地がいいんでしょうね。まあそういうことなんですね、はい。サーブですね。サーブ本当によく効いてますね。そうですね。この逆回転の、まあ、いわゆる YG 系の回転をしますが、そのサーブにちょっとチョン・イチンも苦しんでいます。おー、サーブ最終目、あ、これで7オール並びました。ちょっと甘いサーブになったんですけど、読んでましたからね、コースをね。そうですね、はい、また分からなくなりましたね。そうですね。おっと。8、7、8、思うようにいきません。そうですね。今のボールをミスしますかね。はい、うん、確かに体は小さいんですが、みんな動きで非常にあの反射能力のあるね。あ、入ってる。あ、これもこれがチョン・イチンの卓球なんですが、今日はちょっとむしろ逆に聖地に取られてる感じです。はい、はい、うん、どうなってるのっていう感じですよね。うん、ああ、これは良かった。ちょっとサーブが長くなりましたね。もう少し短い時は、はい、よくポイントになるんですけどね。うん、このレシーブ積極的に聖地行けば面白いんじゃないかなと思うんですけどね。ナインオール。お、ああ、ダブルストップからどうなるかと思ったんですが、ネットにかけたのは聖地の方でした。うん、まあ、ストップもね、強気に
いけるんですけど、うん、まあ、あのストップで強気に行くっていうのはもうちょっと打球点を速くするとかね、回転をかけるとかね、そういうストップをしないといけないんですけど、この2本はなんか入れに行ったような、置きに行ったようなストップでしたね。まあしかし11対9、ここはチャン・ウィチンが取りました。3対1になっています。もちろんまだ残っておりますので、これから第5ゲームです。バックハンド、まあ、プッシュ気味にラケットを運びましたセイジですが、オーバーミス。あ、チャンスボール。まあお互いにね、あのバック対バック、少しサイドへ持っていきすぎですね。もう少しミドル入れて、そしてまたフォアへ行くというようなね、変化が欲しいですね。どうした、コンタクトでもいい、そうじゃないですね、ゴミが入っただけなのか。ストップ、ん、マスカラのつけすぎってことは、ね、あ、目に当たったんですね。なるほどなるほど、そういうことだったんですね。今この場内の大きな画面にもそのシーンが映し出されましたので、みんな、ああ、なるほどと納得して、演技じゃなかったっていうのが分かりました。さあラブ3、聖地のサーブ、おー、いいプレーですね、はい、今のバックハンド、足の運びが非常に良かったですね。なるほど、4ラブ、うん、互いに回転をかけ合った後、フォアドライブ、低いボールでしたが、オーバーしてしまいました。何かこうタイミングが合わないといいますかね、聖地のボールにタイミング合わせづらそうですよね。うん、2-4、聖地のサーブです。3日目の試合、最終試合も残り時間が3分半を切りました。あ、これはもう、2-5、もう小さなね、台上の処理をしに行く時も非常に細かく足を持っていきましたね。あ、そうだ、はい、これは良かった。チョインチのフットワークは本当に、はい、丁寧で速くて、すごくいいんですよね。今非常に良かったですね。はい、6-2。ああ、ちょっとダメか。7-2。ああ、これは。まあここはね、早く取って、もう1ゲーム、チョンイチにとって引き分けに持ち込みたいですよね。まあそうですね。はい、いや、先ほども申し上げましたが、個人成績でいうと聖地が1ゲームリードしているわけですよね。はい、うん、で、まあ、今のところは 3-1 で、まあ、3-2 になっても聖地の方がチョン・ウィチンよりも上ということにはなるわけですが、ね、その最初の3ゲームは何だったんでしょうね。本当ですね、はい、うん、解説をしていて、その解説をしなくちゃいけないんですけど、もう10対2ですよ。なんかもう分かんないですね、うん、最初の3ゲーム、はい、これ、まあ、やっぱりサーブかな、うん、聖地のサーブがよく効いてるかな。うん、急に入り出しましたからね。11対2で、このゲームを取って3対2。
でキルゾーンへ突入ということになりました。ただまあいずれにしてもチョンイチンが聖地の成績を上回るためにはまあ簡単に言えば聖地に勝たなければいけないんですが、そうですね、はい、これ正直言って言いますか、もうキルゾーンに入りますので、はい、もしかするとそれがすごくプレッシャーになっていたのかもしれませんね。あ、あるかもしれないですね、はい、ですのでこれ分けてもまあ1ゲーム届かないということになります。他の選手のこともあるので、聖地にすれば、うん、4-2にしときたいですね。まあそうですね。はい。最初のポイントはチョン・イチン。サイドを切りました。サーブも良かったですし、はい、3球目のコースも良かったですね。板をこのセットの場合は連発するんですが、これが深いところでなかなかよくいい形で入りました。まあ十分に分かってそこは強打したチョン・イチンですが、ネットに当たってオーバー。うまい。いやー、聖地いいですね。よく見えてますね。また、はい、深いところにね、しっかりと積極的に攻撃できてますよね。うんですね。おー、いいラリーになっています。入ってる。あー、アウト。4-1。聖地よく返球しましたね、もう最後打ちあぐねてしまいましたね、チョン・イチンが。4-1。おー、これはチョン・イチンが取って2-4。まあ、プレーオフへのチーム戦では、まあ、パーソンが多分残るでしょう。ロッシュの方はちょっと苦しくなっています。惜しい。4-3。ちょっとやはりね、チョン・イチンのボールがね、はい、本当にサイドばかりなんですよ、もう少しこうバックミドルとかね、はい、いけばいいと思うんですけど、またそのサイドがね、強いんですね、聖地が。バックサイド、ちょうどコーナーのところですね、本当に強いんですよ、はい、やはり調子つかせていくのは、チョン・イチンの戦術ということも言えると思いますね。なるほどね、はい。さあ、ジェルゲン・パーソン監督の言葉を受けてポジションにつきます。聖地、わからない。はい、今ね、バックサイド、本当に深いところへ日本行ったんですけど、よく動いてましたね。そうですね。もうなんとかドローに持ち込むかというところです。あー、3-3。ドローという形になりました。いやー、このスタートの感じから言えばですね、取った点数も3点だ4点だっていうところだったので、もうこれは聖地のワンサイドかと思ったんですが、分かんないもんですね。ご覧のように3-3-4ですからね。まあ、底力はね、チョン・イチンね、あるわけですけど、最後でも聖地どうしてあのサーブしたんでしょうね。私はしゃがみ込みの、サーブがいいと思ったんですけどね。
まあ、すっごいあのベンチで聖地がすっごく怒ってます。まあ今のところは聖地は個人ランキング4位なので、はい、プレーオフに多分残れると思いますけれども、他の選手がもうちょっと差が開いていますので、次が早田ひな選手の38位というところなのでちょっともう無理だと思うんでね、はいはい、まあ、多分、聖地は残ってでチョン・イチンがワンゲームを泳がずという形になりそうなんですが、まあしかしこの試合も分かんないもんですね。そうですね、はい、このルールちょっとね分かりづらい、ということで、まあ、いずれにしても引き分けましたですが勝ったも同然という感じのチョン・イチン、まあ、どちらにしても今日はですね水谷のね、はい、いいゲームが見れたんで、ね、本当に良かったですね。さあスタッツの後はインタビューです。That draw result in the last women's battle. Team Person is actually the one with one foot in, but Team Rossi only separated by one point. So it's actually good news for both sides. Okay, we'll talk to Bernie first. Don't worry, because you're still in top four. You look frustrated, but you are now third, so still quite safe. I am really happy that I am still in top four, and normally I will be. Because just Feng Tianwei have to play tomorrow, but I am really happy we beat Team Rossi because now we have a big chance to be in the final, and that is more important for me because I love the team events more than my single. But I cannot say that I am not happy for my single also. I really like your fighting spirit. I have good news for you. You are confirmed into the final for your women's championship. Congratulations, Bernadette Search, for that result. That result, 3-0, keeps Cheng Yiqing's hope to play in the final as well alive. So, 我们要靠封天威跟刘飞，就是要希望天威他输，然后输得很惨。可是呢，给你来说，你觉得你这个三分呢，够不够进入这个 final？我尽力了，我也希望能够带领我们队进到 final， 但是对方表现得很好，我们队也都尽力了。Okay. So Cheng Yiqing, good job for your team. Because of that result, only one point separates Team Rossi and also Team Person. So we will only find out tomorrow who makes it to the final. Good luck, ladies. All the best, and we hope that we'll see perhaps both of your side. Who knows? But now I'll talk to Jürgen Person, winning by only a narrow margin. But you have to say that it is a good job by your entire team, wasn't it? It's a very good job, so I'm so happy for them. Yeah, we were a little in trouble there when Matthias lost 0-5, but we came back there very strong, so I'm really happy. Now we are still not in the final, but it looks much better at this moment. 1 foot inside now towards the final. Of course, right now you're still you're number one, but tomorrow, Team Maze and Team JJ, what is the best case scenario for you in that one? The best case scenario is that May's team win 30-0. No, or 20-10, it doesn't matter. As long as they win the match, yeah. That's the best. Because if we are one or two, it doesn't matter so much. Most important is to be in the final. Absolutely. So I wish you all the best, and I hope to see you in the final. Team Person, thank you very much, Jürgen Person, for your input. Let's take a look how this dramatic fixture started. Team Person had a great start courtesy of Jusei Hugh and Sutasini Sawisa with 2 wins on the trot. But Britain's number one, Paul Trinkle, bounced back with a fantastic 5-love display, putting Rossi in the lead, continued by Elisabetta Samara's 2 points. But Person's Shi Xun Yao was the winner with 3. Jun Mizutani defeated Dmitry Ocharov, made way for Bernadette Search and Cheng Yiqing to draw 3-all. Men standing now, Jun Mizutani is now Dmitry Ocharov's closest contender, moving up to second spot, pushing down Timo to third and Chuang Qiyuan fourth. Vladimir Samsonov level on points though, so he still has a great chance. Bottom half now, this is how it stands for these players. However, for the rest who have not played here in this fixture, they still need to fight for their team to hopefully push them through to the final. Women's standings, let's take a look. Bernadette Search now confirmed to the final, being at third spot, as well as Shi Xunyao in second. Tomorrow,
Liu Fei takes on Feng Tianwei, who is only 1 point behind Cheng Yiqing. So it's gonna, she's going to pray hard that Feng Tianwei don't create any points at all. This is the bottom half for the women's leaderboard. So, as I mentioned before, the players that did not feature here in this final need to fight tooth and nail to make sure their respective teams make it to the final. Team Person on top with 258 points. Team Rossi, 252. So, tomorrow's result will determine who makes it through to the grand final of T2 Asia Pacific Table Tennis League. Thank you, Team Person and Team Rossi, for that fantastic display of table tennis. Tomorrow, Team JJ versus Team Maze right here at Pinewood Iskandar Studios in Johor Bahru. We have now reached the apex of this league. Who will make it to the playoff in the grand finals of this league? $2 million US dollars prize money is at stake. We'll see you tomorrow, same place, same time.